みやチャンネルへようこそ。はい、今日ご紹介する商品がこちら。もういきなりなんですけど、いきます。よいしょ。まずはこれ。はい、神牛違うんですよ、ゴドックスの、ストロボコマンダー X プロ N、 まあ N はニコンの N、 ここ C のやつはキヤノン、うん、とこれまあもうね10日以上前に来てたんですけど、肝心なねこっちが届いてなかったんで、もう一つこれ。え、重たい。はい、来た。 AD3602N、 この N もニコンの N、ここが C ならキヤノンいうことになります。ざっくりなんですが、まず開けていこうかなと思います。本当はね AD200 と迷ったんですけども、先に3602を買っていました。とりあえず開封だけしますか。はい、開けます。はい、中身はこんな感じです。説明書、保証書なりますが、基本的に中国語と英語の説明書なので、中を見ても何のこっちゃさっぱりわからないことになっております。多少ね使ったことがある人だったらね、まあいじってればわかりそうなもんなんで、とりあえず箱だけはあれですけど、説明書あってもまあそんなに、まあ意味ないかなっていう感じですね。でこっちがコマンダーです。よいしょ。はい、こんな感じです。で、もう貼っちゃったんで、ブログの方にアップで、載せておきますけれども、光沢じゃないやつ、いつもだいたいね僕こういう、画面があるやつは、綺麗に見たいので光沢タイプを選ぶんですが、今回は非光沢のフィルムを貼っております。はい、この辺はすいません、ブログの方で確認してください。はい、でここが USB-C とかね、で、アップデートが、できるらしいんですが、Windows だけとなっております。私 Mac しか持っていないので、アップデートの時は、何とかして Windows を、まあ手に入れるかブートキャンプするか何とかして Windows 状態にしなきゃならないと。で、ここのオンオフは、ここですね、ここのストロボとかでね、発光する時の補助光で、こっちがメインスイッチという感じになっております。はい、まあマニュアル、最初はこんな感じかな。ABCDE のグループでチャンネルが1、2、3、4、5、6とかね、いろいろあります。で、この辺も、まあ、押すと、ストロボにモデリングの機能があると、これでね、モデリングの光をオンオフしたりすることもできるみたいです。あと、日清さんと違っていいなと思うのは、ここにね、こう電池残量が、あるんですよ。はい、ちなみにねこれ日清さんのエアー1のコマンダーなんですが、シンプルでねすごい使いやすいんですけども、もう全部1段ずつしか、ないので、16分の1と8分の1の間ぐらいを光らせたいなっていう時が結構しんどいっていうこともあって、まあ、今回ちょっとゴドックスに変えた部分もあります。はい、お分かりいただけるでしょうか。16分の1のプラス3、あ、プラス3、 0.3、 0.7で8分の1、やっぱりね、3段ずつ変えていけるので、もうちょい明るく、もうちょい暗くとかっていうのができるので、これはいいですね。日清さんみたいに一気にドンっていっちゃうっていうのがね、なかなかしんどいかな。でこれをすると今のやつが大きく見えるので、これでよいしょね、プラス 0.3、 0.7、 16分の1とか。はい、でこの辺で、オートもできますし、24mm から200までいくかな、 200mm までのね、ストロボの、なんていうんですか、中のズームというかワイドを切り替えることもできます。オートもできます。はい、モード、もうこれも単体でモデリング、あとねここにちっちゃく見えてるエッジがねハイスピードで、これが、ビープ音を出すとか出さないとかって感じですね。はい、で、あと、ここのダイヤルは、今はね、ストロボないですけども、テスト発行とか、こまごまあるんですが、その辺もまたちょっと、後々、ブログに書いていこうかなと思うので、まずは今度、AD3602 の方、開けていきたいと思います。でもね、コマンダー、かっこいいですよね。どうでしょう。あ、そうそうそう。カメラにねつけた時にここ固定なんですけど、今度こうこれをこうカチャ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 って
この角度を変えれるようになれば、うん、なんかすごくいいなと思うので、 X Pro 2とかで出るときはここにちょっと角度を変える機構をつけてもらえると非常に嬉しいなと思います。はい、こんな感じです。あのぐじゃぐじゃでとりあえず出しちゃったんですけど、まずどっからいこうかな。とりあえず本体、はい、まずこれに入ってました本体ですね、はい、で僕が買ったモデルはこの発光管が2つ、入っているモデルを買いました、これが切れるとストロボのね感じな部分なので、後から買うと5、6000円くらいするので、値段変わらずね2つ入ってるセットのがあるので、またこれ概要欄とね、ブログに貼っておきますので、これ2つセットのやつの方がいいと思います。はい、でここにね赤い印があって、よいしょ、この中にもね赤い印があるので、そこをこう合わせてこういう感じで使います。はい、でこれだとねガラスでねむき出しで危ないので、よいしょ、こういう保護をするものもついてきております。ギュッと、はい、これで一応守ってくれますね。はい、とよいしょ、危険なので、こちらの方もしまっておきます。これもね同じものなのでしまっておきます。でそしてこれがね外部バッテリーです。外部バッテリーっていうかこいつ自体に、バッテリーがないんですよ。なのでこのバッテリーがないと光らない、はい、という感じですね。で、ここにストラップを引っ掛けるものがあるんですが、僕は多分使うときこれで、日清さんの時もそうですけども、いつもズボンにね引っ掛けて使ってるので、多分このストラップをね引っ掛けて斜めで使うんでしょうけど、僕は多分これ使わなくてもいいかな。はい、とそのバッテリーでしょ、これね、こう引っ張ってするとこれがバッテリーなので、これをもう一個買っておけばこれだけでねこうすぐバッテリー自体のチャージができてしまう。でここが充電ね、これが充電器と、はい、よいしょ。で、まあ、バッテリーじゃねえや、ストロボの、単体でね使う時の足とか、この辺はねなんかね後ろのこのビスを外してこれ自体付け替えちゃって、でまあなんでしょうね、あの三脚とかにつけてくださいっていうような、まあ、台座がついてきました。もう僕は多分使わないですねこれ。ドライバーで外さなきゃなんないんで、そういうことはしないと思いますけども、まあさすがちょっと中国製品らしい、ちょっとなんか離れ技的なものがついてきております。はい。そしてこれ、でこれはディフューザーですね。ディフューズで、これを頭につける。うん。そうするとまあ拡散するし光も柔らかくなると。で。これも USB とか、シンクケーブルよいしょありまして、こっちかな、ここでよいしょ、これをつないで、でちょっと乗っけとこうか。そしてこれをこうひねってこうか、ひねって外す。どっち？こっちかな？こうか。こうやってつけます。で、ひねるとロックっていう感じですね。で、電源オン。充電したんで満タンです。はい。よいしょ。で、AD3602 も、基本的には、英語と中国語の説明書しか入ってきてないので、この辺で緑の時はクリップオンで使う時ですね。はい、でグループで使えると。でオレンジ、まあ、赤になった時がワイヤレスになるので、離して使えると。はい、でここにね書いてる ITTL、360W のしかもガイドナンバーが80もあるのに、クリップオンストロボとして使えて TTL も使えると。なんか
とんでもない化け物、まあ、ただねクリップオンとして使うにはねでかいし重いんでなかなか体力を使いますけども、これが、まあ、前回の日清さんのもう貼っときますけども、熱がね、ただ発光管がむき出しなので熱が困るこもるってことが基本的にないんですよ、はい、なので普通に、僕の師匠もあの結婚式のブライダルの撮影で使ってるらしいんですけども、熱暴走とかで止まったとかって聞いたことがないんで、きっとこのままバンバン焚いても大丈夫なんじゃないか、逆に言うとバッテリーの持ちの方がねなんかちょっと心配になりそうですけども、はい、こんな感じで、使うという感じですね。よいしょ。これの抜き差しするとき、この金属ちょっと怖いですね。あの金属じゃないガラスが、はい。うん。ここでね。動画で伝わったかな。よいしょ。これで、はい。そしてさっきの X Pro のコマンダーを。7200につけました。でこっちがオレンジなので、スレーブモード、これが電波で通信してます。これといった設定もなく、どっちも電気を入れるとなんか勝手に通信してくれるらしく、数字が変わってるのがこっちでも変わってるのが分かりますかね。ほぼすぐですね変わってます。で、ここで、はい、テスト、まあ、光りましたねという感じで、離して使うことも可能ですし、もちろんねこれ外してこのままクリップオンで TTL でね取ることも可能と。ただこれつけるとすげえでかいので、あいつ何ちゅうストロボつけてんだっていう感じにはなるんですが、これもちょっとたくさん枚数取る、シーンとか、まあ、ちょっと長い長時間の撮影の時にちょっとテストして、まあ、熱だれ熱暴走というか、まあね、どのくらいちゃんと、使えるのかっていうのをテストしてからじゃないと、うん、怖くていろんなねシーンで使いにくいなと思うんですが、いかんせんね 360W もあるガイドナンバー80なんで、もうちょっとしたモノブロック感覚で、使えると思います。で、ちょっと見えないんですけど、ここにここのね斜め上にねソフトボックスがあるんですけども、それにもねちゃんと入るので、ソフトボックスに突っ込んで、まあ食品撮影物撮り結構、まあ、ぼかさないでねガッチガチに絞って撮る商品撮影もあるので、日清のねガイドナンバー54のストロボでも結構2分の1とかまで、光量アップしてんですけど、光量アップしちゃうと次のシャッターまでにたまるのに結構時間がかかってテンポよく撮れなかったんですけど、これ光量あるのでそこまで、しなくても8分の1とかでもいけちゃいそうな気しますね。でも今とりあえずあれですけど、ちょっと待ってくださいね、これはちょっと別にして、よいしょ見えますでしょうか。マニュアルで16分の1でどのくらいの間隔でいけるかっていうと、ああうん、トン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 と、だからもう6、7、8発ぐらいはもうパン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 取れちゃう感じですね、はい。ちなみに8分の18分の1でもこのくらいのテンポで取れちゃうんで結構いいんじゃないでしょうか、はい。これからちょっと使ってっていろいろテストしてみたいなと思います。これの付属の部品もちょっと買ってるので届き次第、また紹介したいなと思います。今日はとりあえず開封して、まあ、使えるようにまでしました、はい。この後ちょっとブログを通ったりするのにコマンダーの撮影とかで使ってみようかな、どうしようかな、はい。まずはちょっと AD3602N、ニコン用のね、360W ガイドナンバー80っていうねストロボをまず開けてみました、はい。ということで、トリガーストロボトリガーコマンダーの、X プロとAD3602 ニコン用
と、まあ、外部バッテリーというか、このバッテリー内蔵じゃないので、外部バッテリーのセットをまず開封してみました。はい。この状態でもね、光るんじゃないかなと思いますけども、こっちからも光るかな。あ、今、あの無線モードになってませんね。これ緑だから。360っていうだけあって 360W で、ガイドナンバーが80。すごいですね。ちょっと日中シンクロで1分の1フル発光でどのくらいで、あのハイスピードシンクロの8000分の1も対応してるので、ちょっと僕がやってみたいなと思うことがあるんですが、まだ寒いんですよね、外で撮るには。はい、うん、まだ比較的暖かくなってきた函館とはいえ、やっぱりね、全然気温が1度なので、ちょっとね、日中外に出て、でまだね、この時期ね、風も強いので、海風とかでね、ストロボ三脚も多分立ててたらソフトボックスともにぶっ飛ばされてしまいそうな気がするんで、重りとかいろいろ持っていかなきゃならないなと思いながら、ちょっと時間が取れず、今週もちょっと大きい、撮影も2本入ってて、そのまんま今週 CP プラス行っちゃうので、多分テストできないまま、ちょっと CP プラス行くことになるとは思うんですが、とりあえずね、360で、まあ、商品撮影でね、うちの中で使う分にはいろいろテストできるので、まずね、家の中でいろいろやってみたいなと思います。で、まだちょっとね、これに関するパーツもいろいろ頼んであるので、届き次第、また動画作って、ご紹介したいなと思います。はい。ちょっとね、前に作ったね、日清さんのストロボが結構ね、すぐ熱で止まってしまうっていうので、まあいろいろ考えてたい。まあ AD200 もいいなと思ったんですけど、360はね、クリップオンでストロボがね、カメラの上につけれるので、まあちょっとでかいし重いからあれなんですけども、うん、それでもちょっとね、うん、熱で止まらないで、光量がでかいので、普通にそういう長時間いっぱい使っても普通に使えるんであれば、まあ頑張って、カメラマンは筋肉をつけなくては筋肉は裏切らないということで、頑張ってこれからも僕もね、筋肉つけていかないとないと思いますけども、ちょっとそういうのでもテストしてみたいなと思っております。はい、今日はまずは AD3602、届いたので開封してまずはご紹介してみました。いろいろね、オプションとかアダプターがあるので、どういう光り方をするのかなとかっていうテストもしたいので、これね、今週はもう動画撮る時間ないと思うので、今週末でしょ、僕2日に CP 行って3日の日に CP 見て4日に帰ってきて5日になるから、もう全然来週再来週の話になるかもしれませんが、またお付き合いいただければなと思います。はい、今日はゴドックスのAD3602、そのうち多分ね AD200 もきっと買うとは思います。またそれがもう来たら、まあ結構いっぱいレビュー出てますけども、またご紹介したいなと思っております。はい、というわけでみやチャンネルでございました。それでは。